はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。第3次スーパーロボット対戦 Z 煉獄編、では最後ですね、第15話進んでいきたいと思います。よう、なんだよ、明日の決戦前に乾杯ってのはやらねえぞ、縁起が悪いからな。そういうわけじゃねえよ、クラビアのことだ。そのよう、あんまり入れ込みすぎんなよ。入れ込むって俺がか？うん、よせよ、敵に回った女を救うなんてのは俺の柄じゃねえさ。そっちこそよせよ、この後に及んでそういうのはなしだ。女とか男とかは関係ねえ。お前が仲間だったやつをためらいもなく撃つような男じゃねえってのは知ってる。そうだよ、そういう人だからエスターやトライア博士やマルグリットさんは。何なんだろうな。何って？クラビアは何のために俺たちと一緒に旅をしていたんだろうな。クロウ、サルディアスのおっさんは食わせ者だからな。なんだかんだ言って俺たちの動きを探っていたってのは理解できる。だがクラビアはそういうのとはちょっと違うように思えるんだ。あいつスフィアのことを話すときには本当に楽しそうだったのにな。確かに俺も敵に回ったあいつに何とも言えない嫌なもんを感じていた。なんていうか、そのまるでクラビアは別人みたいに変わっちまったように思えて。それは彼女が心の底に封じていた憎しみが解放されたからだよ。オリオン、要するに彼女も僕と同じなんだよ。たまに会話に参加したと思ったらわけのわかんないことを。クラビアさんが誰かを憎んでいるなんて勝手なことを言わないでよ。報われない努力、評価されない立場、そして選ばれない自分。憎しみの要素はいくらでもあると思うけどね。あの世だからって勝手に人のことを決めつけるなって。世の中には他人様を恨まず自分の力で何とかしていこうとしているやつは5万といるんだぜ。僕は事実を言っているだけだよ。現に彼女はまた読めない、何とかのマカツというスフィアを使いこなしている。それはそうだが、これで分かっただろ、今の彼女が本当の姿なんだよ。節子さん、また余計なおせっかいを焼くつもりか節子。その目をやめろ。誰かを憎しみながら生きていくのは悲しすぎるわ。ち、結局最後まであいつは心を開かなかったな。そうでもないと思うぜ。うん、あの子ダーリンやクロウが何を言っても聞かないけど、節子さんの言うことにはリアクション取るもん。でも嫌い嫌いも好きのうちってな。とりあえず今はそう考えようぜ。はい、そうだな、明日は本当に最後の決戦だ。ええ、悔いが残らないようにやろうぜクロウ。そいつはお互い様だ、頑張ろうぜランド、節子。はい。最終話、死闘の果てに。戦力はめっちゃ少ないよな。ただセントラルベース、戦闘レンジに入ります。ここまでは順調だったな。この前に比べれば防衛部隊も手薄だしよう。この基地の戦力の大半は前回の戦闘で叩いている。加えて我々の消息を追うために周辺に部隊を派遣しているためだろう。それが戻る前に、ああ、この基地を落とすぜ。出てきやがったぜゾロゾロと。でも全て無人機です。新型の相手はちょいと骨が折れるが、あとは大したことはねえ。だが気をつけろ、おそらく後方にはなんとかの魔活が控えている。クラビは、クロウさん大丈夫だ、節子、余計なことを考えている余裕はねえ。活気続け、まずは防衛部隊を叩くぞ。その後なんとかの魔活を倒し、このセントラルベースを制圧する。行くぞ、この戦いで中央大陸を解放するんだ。 SR ポイントはありません。 OK、 じゃあ固まっていきましょう。結局なんとかの魔活は最後まで分かんなかったな。まあしょうがない。
確かに数だけはいっぱいいるな。偽りの繁栄の巨像、このようなものに意味などないということを知るがいい。この基地さえ落とせば中央大陸の戦局は地球側に傾く。負けられない。今度こそ勝利を掴んでみせる。てかこいつらだけでよくやったよな。サイデリアルの戦力も大したことないんじゃない？圧倒的に数が少なすぎでしょう。よし、とりあえず、援護攻撃を使いながら。妙だな。確かに俺たちの追跡のために部隊を動かしているとはいえ、あまりに戦力が薄い。この後一体何が待ち受けている？ペインシャウター。オラオラ、向かってくるやつに容赦はしねえぞ。いつも以上に気合入ってるね、ダーリン。当たり前よ、この大陸は俺にとっちゃホームグラウンドだからな。リベレーターも届かないか。あれがいいんじゃん、スピゴット。来る来るってクラビアか。結構早いな。クラビア、人の名を気安く呼ぶな。うっ、こいつは手がつけられねえぜ。だったら機体を止めるまでだ。勝てると思うなよ、このなんとかの若津。アンレースに、アンアーレスか。カッキ、あれに乗っているのがクラビアだということを忘れろ。あれは我々の敵だ。その指示は聞けません。節子、聞いて、オリオン。私は憎しみでは戦わない。憎んだ相手を倒すことで憎しみは晴れるかもしれない。でも、そんなことをしても悲しみが癒えることはないわ。私は憎しみでは戦わない。憎しみを乗り越えることを力にする。だから、クラビアさんを止める。憎しみとそこから生まれる悲しみを止めてみせる。乗ったぜ、節子。そういう前向きさ、悪くねえな。ランドさん、クロウさん。文句はねえな、アドベント。好きにすればいい。だが、分かっている。無論、負けるつもりはねえさ。貴様ら、行くぜ、クラビア。お前の憎しみに飲まれる俺たちだと思うなよ。あなたを止めてみせます、絶対に。いきなり来るか、いきなりは来ないですね。ちょっと上に進軍するか。そうするとここら辺でこいつはちょっとここら辺で、こいつはリベレーターを使って、確かヒットアンドウェイなかったっけ。間違えた、なかった。まあいいや。ギリ倒せないな。これはリベレーターを使って、できれば両方倒したい。よーし、結
構サクサクいけますね。ペインショルター使いましょう。どうせならえー、44% か。よし、かわした。お、うわ、2回行動か、こいつ。スピゴット 90%。 うん、ちょっと行くか。クロウさん、クロウさん、クロウさん。クラビア、あなたが手に入らないなら私は、私は。やめろ、クラビア。私のものになってくれるの、クロウさん。俺は俺だ、誰かのものじゃねえ。そうやって私を拒絶するの、クロウさんもスフィアも。そうじゃねえ、クラビア。俺が俺であるようにお前はお前なんだ。お前自身を捨てるな、クラビア。俺の知っているお前は自分が決めたことにはいつも全力だった。思い出せ、クラビア。何かを憎むことよりお前にはやりたいことがあったはずだろう。うわー、なんとかの任せと言ったな。お前がクラビアを縛っているのか。だったら俺がお前を破壊してやる。人の生き方を歪めようなもんならスフィアだろうとなんだろうと叩き潰してやるぜ。クロウさん、肉も骨も魂も全て切り裂け。消えてなくなれ。いけねえな、ウルさん。え、マジで半分くらいか。クラビア、俺の手でお前を止める。スピロット応援失敗。中央に敵を追い込む。それはど真ん中のストレート。ヒットポイントは結構高いっすね。うん、届かない。少しフォーメーションを組みますか。まずこいつは2の位置にいないとダメだから、ここ。はここ。こいつを横につけて、突貫、ひらめき。ヒットポイント回復ある、こいつ。うわ、あるのかよ。じゃあいいや。んで、こいつをペインシャウターを。ここに置くか。どっちが強いんだ、援護攻撃は。3950と3900、どっちも変わんねえな。じゃあこうだな。一応修理しとくか。 OK、 これでセーブをかけましょう。まあ一旦じゃ倒せないよな、これだけの戦力だと。熱血もあるわけじゃないんで。ヒットポイント回復しようか。ちょっとめんどくさいな。全回復まあしてますね。しょうがない。うわ、2回行動か。まあいいや。よしよしよし、これでだいぶ削ったぞ。マキシマムブレイクを使う前に直感直感。お、なんか魂持ってるこいつ。なぜだ。使おうと。で、マキシマムブレイク。いや、これマキシマムブレイクこっちでやんないと意味がないんだよな。3200の 2. 何倍か。あー、いいや、先にこいつを攻撃しよう。じゃあ 100% 食らえ。7600。よし、まあいいや。
直感。先にこっちだな。中腹痛、腹痛と。で、ジャイアントなんちゃら。憎い、憎い、愛する人と生きているお前たちが憎い。クラビアさん、バカ野郎、みっともねえ八つ当たりしてんな、クラビア。ダーリン、そんなこと言ったら逆効果だよ。俺はご機嫌取りにここに来ているんじゃねえ。自分の胸の中を正直にぶつけただけだ。黙れ、傷だらけの獅子。聞け、クラビア、憎しみなんかに飲まれている暇があったら、お前にはもっとやることがあるだろうが。行くぜ、お前の大好きなスフィアの力を俺とガンレオンが嫌っていうほど見せてやる。援護で、直感はかかってるからくらえくらえ、次のターン、あとマキシマムコンボが次のターンは使えないからな。マキシマムコンボじゃない、マキシマムブレイクか。哀れだな君は。それを救うのは私の役目だ、クラビア。私は君を撃つ。こっち来てもらっていいですか。1回は反撃できますね。2回やっても大丈夫かな。多分クロを狙ってくると思うんで、ヒットポイント回復分くらいはちょっと減らしたい。いや、お前は関係ないよ。うわ、こっちを狙ってきたか。痛い。危ねえ危ねえ。ジャイアン、ライアットチャレンジか。26,000。うん、まあちょっと戻した感じか。バルコラで直感。GS コンバットアクション。悲しみの乙女、お前の存在は許されない。クラビアさん、スフィアに選ばれクロウさんとランドさんに守られている女、私はそれでも私はここで死ぬわけにはいかないんです。クラビアさん、私はあなたを止めます。それが私にできる唯一のことです。まあ最後くらいはフローでとどめを刺してあげますか。まあこれで通せればの話だけど。ピゴット、うわ、はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。無理だ。第3次スーパーロボット対戦。そうか、マキシマムブレイクがないからな。こいつマキシマムブレイクがある。じゃあこいつにしよう。さらばだ。俺が粉々に打ち砕いてやる。ゴスターシュート。寛容のレンチだ。こいつは効くぜ。もうやめろクラビア、お前の負けだ。うるさーい。
ちゃ破壊行動してるな。くそ、打つ手がないのかよ。節子さん、何を。なんか策があんの。クラビアさん、クールな。ランド、おうよ。ランドさん、クロウさん、行け、節子。お前が何をやろうとしているのかは知らないが、俺たちはそれにかける。はい。来るな、来るな、悲しみの乙女。クラビアさん、私たちと一緒に旅してきたあなたは偽りのあなたなんですか。私はそんなことは信じません。悲しかったんですね、クラビアさん。ごめんなさい、あなたの中の悲しみに気づけなくて。でもあなたはクロウさんの言葉で強さを身につけたはずです。クロウさん。だからクラビアさん、私たちのところに帰ってきてください。私はああ、クラビア、大丈夫です。気を失っているだけです。どうなってるの、節子さん。バルゴラのスフィアが何かしたのか。私にもよくわかりません。だけどスフィアが私に力を貸してくれたのは確かです。スフィアが、へっ、厄介なことばかり起こると思ったが、あれも使いようだな。その通りだ。アドベント、節子、君のリアクターとしての力は次のステージに上りつつある。それは節子だけではない。ランド、クロウ、君たちも同じだ。次のステージ、それって復活した。何、どうなってる。クラビアは意識を失ってるんじゃないのか。オリオン、何やってる。逃げろオリオン。逃げる、それは君たちの方じゃないのか。はははは、スフィアの光。そうか、やっぱりそうなのか。オリオン、あなたが。汚らわしい名前で呼ぶな。ああ、そうさ、僕が真のなんとかのマカツのリアクター、バルビエル・ザ・ニードルだ。バルビエル、クソ、どこかで感じていた苛立ちの正体はやっぱりお前だったのかよ。僕を感じられるようになったか。そこの男の言う通り、少しはリアクターとして成長しているようだな。オリオン、汚らわしい名前で呼ぶなと言った。節子、君は僕の手で殺してあげるよ。こいつを突き立て、そして引き裂く。君の血を捧げろ。この麗しいアンガーレスに。節子、チッ、殺せなかったか。お待ちしておりました、バルビエル様。サルディアスか。セントラルベースはいかがします。連中にくれてやるさ。この星のレイラインにはその程度の価値しかない。僕の手で破壊してもよかったしな。了解です。おっさん、てめえ、見ての通りですよ、ランドさん。この方こそが私のボスのバルビエル様です。バルビエル様です、言いづらい。ささ行きましょう。バルビエル様、すでにアンタレスは集結しております。オリオン、クラビアは、すでにこの女に用はない。クラビア、バルビエル様の毒で眠れる憎しみを解き放てたもの、いやはや人間の暗部とは恐ろしいものですな。サルディアス、これは失礼しました。余計な一言が多いのは悪い癖でして。待って、
傷だらけの獅子、揺れる天秤、君たちの力は間近で見せてもらったよ。戦うのを楽しみにしている。そして悲しみの乙女、僕は君の存在を認めない。オリオン、忘れるな、僕の名前はバルビエル・ザ・ニードル、サイデリアルの戦士だ。オリオン、クラビアン、クロウ、クラビアは大丈夫だ、気を失っているだけのようだ。でもバルビエル・ザ・ニードル、真のなんとかの魔活のスピアリアクター、恐れることはない、勝ったのは我々だ。セントラルベースは陥落した。これで北部は解放され、中央大陸の戦局は五分になる。サイデリアルを完全に駆逐するのはここからなのですね。そうだ、今日が新しい戦いの始まりの日だ。なんとかの魔活、バルビエル・ザ・ニードル、それが私たちの新たなる敵。すまないな、慌ただしい別れになってしまって。いえ、そちらの事情も分かってますから。ありがとう節子、私は青の星へ向かわなければならない。結局あんたとスフィアについては聞くことができなかったな。その心配は不要だランド、ここでの別れは一時的なものだから。きっと私たちはまた出会うことになる。あんたの言う運命ってやつか。少なくとも私はそれを望んでいる。それよりいいのか、クロウ、私と共に青の地球に行かなくて。借金の一括返済は魅力的だが、その前にやらなきゃならねえことができた。なんとかの魔活を追うことか。あの野郎、でっかい土産を残して行きやがったからな。私たちは手分けしてオリオンを、バルビエルを追います。青の地球が次元の檻に閉ざされている今、まだ彼は緑の地球にいるだろう。こちらで何かしらの情報をつかんだら君たちにも連絡しよう。おう、頼むぜアドベント。そういうことだ、行ってくるぜクラビア。はい、クロウ・ブルーストだ。行ってらっしゃいませクロウさん。何の取り柄も記憶もない私をこの基地に置いてくださってありがとうございます。気にするな、記憶が戻るまでゆっくりしてればいいさ。クラビアさん、彼女の体から精神に作用する薬物が発見されました。おそらくそれによって彼女は心の中の憎しみが増幅されたのでしょう。そこから解放されるときに記憶を失うなんて。バルビエル、てめえのやったことは許されねえことだ。時間だ、行くぞブルー。はい隊長。世話になったなアドベント、ブルー。必ず時の牢獄を破壊して青の地球を救ってください。あいつらにもよろしく伝えてくれ。はい、皆さんもお元気で。ありがとう節子、ランド、クロウ、君たちに会えたのは大きな喜びだ。そして次に会うときは君たちに新たなスフィアリアクターを紹介しよう。え、いがみ合う双子、彼こそがきっと我々を救う。いがみ合う双子、あのガドライトってのは別のやつだよな。また会おう、リアクターたち。それが真の戦いの始まりの時だ。グッバーイ。行っちまったな。本当に良かったのか、クロウ。アドベントにくっついていけば借金を返せたんだろう。どうも他人に頼って金を返すのは俺の主義じゃねえんでな。かっこいい、クロウさん。内容はちょっとあれですけどね。いいさ。アドベントとあいつらが頑張れば、こことあっちの地球は行き来できるようになるんだろう。だったらこっちの地球のデータを集めてチーフに買い取ってもらうさ。おう、ついでに向こうの地球から援軍が来ればすぐにサイデリアルも追い出せるぜ。そのためにも私たちは手分けしてバルビエルを追いながら少しでも敵の情報を集めましょう。中央大陸の北部はこのセントラルベースがあればとりあえず一安心だな。それじゃあレジスタンスの皆さん、あとはよろしくお願いします。了解だ、あとは任せてくれ。君たちが勝ち取ったこの騎士、有効に使わせてもらう。ありがとう節子さん、俺たちも頑張るよ。お、こいつカスタム機に乗ってんじゃん、ちゃんと。皆さん、それじゃあ俺たちも行くか。ああ、死ぬんじゃねえぞ二人とも。必ず生きてまた会いましょう。行ってらっしゃい皆さん、お気をつけて。はーい、行ってきます。
口には出さないけど、ランドさんとクロウさんも感じているはず。絶望の未来、この先に待っている戦いは今までとは比べ物にならないもんだ。俺たちとスフィアの戦い、それの決着の時もそう遠くねえだろうな。新たな戦いの旅へ出発しようとするリアクターたち。その頃、もう一方の地球ではジェミニスとの戦いが決着の時を迎えようとしていた。そしてリアクターたちが予感したスフィアをめぐる戦いは彼らの予想を超えすでに始まっていた。おうおうおう、時の牢獄が破壊される時、全ての平行世界を巻き込んだ真の戦いはその幕を開ける。はい、ということで、煉獄編全15話これで終了ですね。とりあえず、まあ、中間のお話かな。もうちょっと自分がやってる天国編ではバルビエルは出てきたんで、先に煉獄編を終わらせた感じですね。ではまた、次回からは天国編の本編を進めていきたいと思います。とりあえずエンディングはこのまま垂れ流しにしとくかな。それともお、カットができるここにセーブデータ作って、まあ煉獄編に2週とか3週はまあないと思うんで、とりあえずロードしてみましょう。クリアデータ、これはクリアデータだけで終わりかな。データ引き継ぎとかあるのかこれ2週も3週もやってもしょうがないと思うんだけど強化パーツ5個持ち越すことができます。これは一緒だな。でもいらない。うん、そうですね。というところで、では煉獄編はこれで終了したいと思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。ではまた天国編でお会いしましょう。